ウィッシュ。今日はですね、うちで飼ってる、アルゼンチンフォレストローチという、まあ、デュビア。一般的にはデュビアという販売名で、売られている、ゴキブリですね。ゴキブリをですね、食べてみよう。まあ、世界的にね、現在ね、人口が増加していて、食糧難になるという、ね、こともある可能性があるということでね、昆虫食がね、今、現在ブームになりつつあるということで、このね、ゴキブリくんたち、はい。はい、はい。ゴキちゃん、お、食べて。ちなみにこの羽の生えたやつ、この羽の生えたやつはですね、逃げる。逃げるな、逃げるな、こら、あー、逃げられた、トラ。ああ、滑る。滑って取れない。羽のあるやつがメスなん、いやね、オスなんですよ。それで、羽のないやつがオス、じゃない、メスなんですよ。で、ふわか？で、なんか、ほら。この羽のあるやつがオス。羽のやつあるやつがオスで、オスとメス食べたいんですよ。オスとメスをね、どう味が違うのかということ。ほいっと。羽のあるやつがオスで、羽のないやつがメスなんですけど、まあ、これをね、両方とも食べていこう。食べてみようというコーナー。食べてみよう、昆虫を食べてみよう。食べてみようコーナーですね。食べてみようのコーナー。それではね、こちら、はい、君たち、ほら、あー落ちた。炒めます、炒めます。安定の炒め物。悪く思うなよ。アーメン。悪いな。悪く思うなよ。アーメン。皆さんもご唱和ください。アーメン。あっちち、あっち。うわっ、やばい。今捕らえたの？今見えた？あ、見えてなかったか。これ、卵をね、今射出したんですよ、こいつが。こいつメスなんですけど、これ卵ですね。いきなりさ、ここからさ、尻からさ、ブシューってさ、卵を噴出したの。うわー！見えー！しかもなんか、これ何これ、なんか余計黒くなってる。なにこれ、このなんか変な、なんていうの、浮き袋みたいなの出てきた。浮き袋みたいなの出てきた。うわ、これ卵か。卵のあれかな、卵の
まだ産んでなかったパターンの卵。産んでなかったタイプのパンあれば卵か。今多分これ録画できてなかったな、今この卵を射出した時に恐ろしいグロさ、なんてグロさなんだ。お腹の中尻から出てきたんだもん、これが卵が。ブッシャー。まあこんなもんだろ。まあよく熱して食べましょうね。揚げるんでよかったら。よーく熱して。で、これね、生で食ってる人もいたんで、まあ、あれだと思いますけど。塩振って。塩振っていただきましょう。皆さんお待たせいたしました。それではまずはお酢、羽のあるあのお酢から、羽のあるお酢からね、いただきます。あんまりね、こういうのはね、あのね、ウィッシュ、いただきます。お酢いただきます。なんだろう、エビっぽいんだけど、なんか中身入ってなかったエビみたいな感じだな。中身が入ってませんでしたエビみたいな。サクサクして、あのエビの殻があのサクサクサクってするんですけど、そのエビの香りもするんだけど、なんか物足りないです。あの物足りないですね。なんか中身が何も入ってなかったパターンのエビ。エビの味はエビっぽいです。では、メス。こちらね。なんか、うん、あの、なんか、ね、肛門から何が出てますか。いただきます。こっちの方がな、中身はあるな。うん。こっちの方がまだ中身がある。うん、で、エビっぽい。うん。こっちの方がまあ美味しい。そして最後にこれ、卵、うん、みたいなやつ。いただきます。前食った沼エビよか美味しくはないですけど、まあエビですね。エビだな。全体的にもうエビ、エビをなんかエビのさ、あの外側の部分がカリカリカリってするじゃないですか、油で揚げると。あの感じ、あの感じが全体的にもうそれです。ただ中身があんまりないような感じですね。食
首切りじゃなくて、あの、キリギリスみたいなやつ前取ってきたけど、あれよかはあんまり美味しくない。そこまで美味しいかって言われると、微妙です。三つ星、今回は三つ星。まあ、美味しさのランキングとしては、まあ、三つ星ぐらいだな。別に美味しいかって言われると、うん、ちょっとあの、それよりもなんか、グロテスクな画像、映像を見てしまった。それがもう忘れられねえな。頭に焼き付いた。あのさ、油で揚がってる時にさ、いきなりさ、プシューって射出したんだよ。あの、卵みたい、卵射出したんだよ、メスが。やばい。